もー、伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日は筋肉マンマッスルショットいきましょう。マッスルショットパチッと。はい、本日こちら新春限定福袋パック販売中ということで、こちら買われた方多いんじゃないかなと思いますけれども、今回ねこちらに付属されていますガチャ、こちらちょっと行ってみたいと思います。はい、ということで今回このハッピーニューイヤーシングルガチャ、そしてこの、星5星5ハッピーニューイヤーガチャ、こちらちょっと回していきたいと思います。どんな調子が出るのか見ていきたいと思います。まずはこのシングルガチャの方から見たいと思います。はい、今回こちら星5の出る確率 8% でございますけれども、ぜひとも今回私欲しいのが、この子供の筋肉マン、それからこのね、ビビンバでございます。このね、巫女さんというかね、このビビンバ欲しいところでございます。でこのニューイヤー、ザ・忍者とかね、このマウンテン、ミート君、あとプリンスカメメ、これ辺がね、確率アップ中となってますんでね、早速ガチャの方行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう、頼みます。ガチャルー来い、確定とか、なかなか確定とかは来ないかもしれないね。じゃあ真ん中狙っていってでしょう。頼むぞ、子供筋肉マンビビンバ来い。とりあえず金がね来ればこのシングルガチャはもう勝ってると思うんですね。ね、なかなか金が出ないよな。ザ・イガミね、久々に見たな。まあこれどんどんガチャっちゃいましょうね。行ってみましょう、ガチャ。ガチャル、きたー、久々のマント確定でございます。真ん中狙って行ってみましょう。これ何が来るかが問題ですね。行ってみましょう、筋肉マンビビンバーミートくん、カメハメボットナイションキックで真ん中狙ってお願いします。いや、いきなり激発だわ、来い。そして中身こちら、来い。なんだ、ミートくん最高だよ、肉の日のガチャで。すげえミートくん狙ってもなかなか出なかったから、今回ミートくんゲットです、よかった。さあ、あと4回です。どんどんガチャっていきましょう、行ってみましょう、ガチャルー、はい。一瞬さあ狙って当てるか、ね、手の突っ張り見えるから怖いところがあって、老眼かもしれん。行ってみましょう、真ん中狙って、子供筋肉マンビビンバカメハメ来い。持ってないところ、マジでさっきもマントが出ると思わなかったか、あの演出で。そして中身こちら、ポン、聖地、まあ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 、行ってみましょう、ガチャルー来い。まあさっきのはたまたまかもしれない。真ん中狙って来い。とりあえずね、金がこの6回中1個でも出ればまあまあいいでしょうっていうところもあるんだけどな、せめてでももう1体ぐらい欲しいよな。はい、カメアメ、あ、メイビア、ジェシーメイビアね。よし、もうガチャロー来い。まあなかなかそんなにね甘くはない。真ん中狙って金来い。まあそんなもんですよ。あ、でも上の方に金とかあるじゃん、どうかい。この辺で変化してほしいよね。あー、シシカバブ。はい、じゃあ最後ラスト行ってみましょう、ガチャラー来い。まあまあいいでしょう、最後ラストシングルガチャ来い。真ん中狙って来て、頼みよ、金、金、あん。まあさっきの金来ただけでもね、まあ本当に御の字だと思うけど、はい、ジェイドです。はい、ということで今回6回中1個金ね、ミート君ゲットでございました。はい、はい、ここからが本番のところでございます。今回はこの星5星5ハッピーニューイヤーガチャ、今回どんな超人が出るかちょっと見たいと思います。はい、今回はこちら星5の確率 100% でございますけれども、まあ見ていきますと、先ほどより、確率の方はね上がっております。この子供筋肉マンビビンバ、この辺の忍者とかの確率も、先ほどよりは上がってるということで、さらに出やすくなってるんじゃないかなと思います。で今回やっぱり欲しいのは子供筋肉マン、それからビビンバ、それから、カメハメ、あとマウンテンかな、この辺の持ってないところ、このね、3回でできれば欲しいなと思いますんで、早速ガチャの方行ってみましょう、行ってみましょう、頼むぞーガチャルー。まあな、まあでも全部金だからな、な。今回じゃあ真ん中狙っていってみましょう、頼むぞー、筋肉マンビビンバカメアメ持つねえところ来い、マジで来い、頼むよ本当に。
金、全部金は安心できるんですけど、持ってないやつ、そして中身こちら、ポン！バウンゴールド！また薄いところ引くな。はい、まあボンコールドでございます。頼むぞーガチャルー。はい、さっきのマントラフィッチャーはたまたまだったのかもしれない。じゃあ真ん中に向かって行きましょうね。子供筋肉マンビビンバ亀目もつないところ頼みます。来て、マジで来てくれ。これ金はやっぱり安心するな。そして中身こちら、はい、遺留品。しかもあれか、緑の方だな。青いやつはこの前ね、なんか情報修正されてみたいだけど、まあまあいいでしょう。はい、遺留品です。マジで最後ラストガチャ、俺に新年ハッピーニューイヤーお願いします。本当によろしくお願いします。行ってみましょう。本当に最後ラストマント、それからヘナスっぱりとか出てほしいところですね。行ってみましょう。最後頼むぞー、ガチャー。まあ、なかなか出ないな。じゃあね、真ん中狙っていってみましょう。いってみましょう。子供筋肉マンビビンバ亀飴持ってないとこ、シュークレッ。本当によろしくお願いします。来い。そして中身はこちら、来い。なんだ、サイコマン。サイコマンか。はい、ということでございました。はい、今回ゲットした貯金見ていきたいと思います。飛ばしてこれね、ボンコールドでございます。まあこれ結構持ってますけどもね、まあいいでしょう。それからこれ、緑の遺留品でございますが、まあこれ結構薄いところでこれ引くっていうところがね、まあ微妙だったかなと思います。このサイコマンね、このサイコマンすげえやんだけどね、この氷ロープ体制とかね、まあ、ロッキシキラー中、これもまあまあ、キラーサイコマンまあ好きなんでいいでしょう。一番嬉しかったのはこれ、やっぱシングルガチャで出たこれね、マント確定、マント確定からのミートくんでございます。このミートくんはね、本当に肉の日のガチャとかですげえ狙ってたミートくんだったんで、今回まあ出たんでね、良かったと思います。新春ね、さすがハッピーニューイヤーガチャかなというところで、今回ね、ミートくん当たったんで良かったかなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。